これが電子マネーのですね、えーまあ、オールスターキャストということになります IC タイプのものですけどポストペイこれはですねよくタクシーなんかで見つけるあ見,見かける ID ってやつですこれは NTT のドコモがやっておりますねそれからクイックペイとかですね、えー、ビザのタッチこれはえええー、この ビザのタッチ方式ススマートプラスってやつを使ってますそれからソニーのエリオそれからあの関西の交通で私鉄連合がやっているスルカンというのがあるんですけどスルッと関西これはピタパというカードを出してますおそらくピタパがですねこれはやっぱりフェリカ使ってるんですけども一番あの本来は合理的なものだと思うんですけれども、えー、どういうわけか JR 東が Suica をやりましたんで。 えー、関東ではスイカ方式が非常に旺盛であの、大きくなってます、それから西日本、JR ですね、えー、それから北海道、これが熱心にやりました九州がその次に続いて、東海は最後までやらなかったんです、えー、でも今、最後はトイカっていうのが出ておりますね、えー、名前がちょっと言いにくいですよね、トイカ、イコカ、来、え、た、ー、か、なんだこれはという、北かですよね、ス <laughs> ゴか。 えー、そして東京の地下鉄とかバス、私鉄連合、えー、パスもですね、それからあのソニー自身はビットワレットっていう会社を合弁で立ち上げて、ですね、えー、エディーというものを出しておりますけども、これ自身は最近、えー、メインの株主が楽天に変わっていきました、それからイトーヨーカドーは、セブンダイですね、セブンダイは7個、セブンですから7だというんで、7個。 それからイオンはですね、えー、あんなのに先行されたら困るワオンつってですねやっておりますねえー、それからプリペイドカードは日本ではあ,あまり浸透しておりませんけれどもやはりサーバータイプのものがあ結構出ているという状況ですでこのピタパがなぜユニークかっていいますと実はフェリカっていうのはですねかなり優れ者のーカードになってまして、えー、プリペイドの部分にお金を落としておいてそれで電車に乗ったりすると。 クレジットカード機能もそこに付加することができるクレジット3番目にポストペイドができるんですねポストペイドどういうことかっていいますと私鉄に知ら,知らん顔してこうやって7回14回とこう乗っていくと10回超えると回数計分ででが浮くわけですね。それから1か月経ってみるとこの人はやっぱり通勤の人だとか通学の人だっていうのは分かって1か月定期の値段に後で調整してくれる ポストで3ヶ月たつと3ヶ月定義の値段で調整するこの場合には還付ということもありえます還付してくれる、ね、そういうふうにしてですねポストペイドっていうのがあると非常にいいんですねそれからサービスメニューサービスメニューが変わってくるとカードそのものをですねダイナミックダウンロードっていいまして後からそのカードそのものの機能を若干プログラムし直すことができるんですだからもう発行したらそれで終わりっていうんじゃなくて後でそれを修正することもできるという。 でこれをじゃあピタパがフルに使ってるかっていうとそうでもないんですけどなぜかというと私鉄連合ですから何か決めるの大変なんですよね、えー、でも一応そういう機能をフル搭載したカードがこのピタパです使ってるのはあのソニーのフェリカですフェリカ C ってやつですねというあたりでございます